こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、最近ですね、僕がユニクロで見つけたニットがめちゃくちゃ良かったので、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですね。まあ、僕は日頃からユニクロのサイトをよく見てるわけなんですが、完全に商品をですね、理解してるわけではありませんでして、やっぱりですね、たまにこれ知らなかったっていうものがあったりするんですね。まあ、先日も久々にユニクロの店舗を歩いてみたら、地元のユニクロにはなくてですね、大きい店舗にしかないような商品で、このニットはちょっと盲点だなというものを見つけたわけなんですね。それがご紹介したいニットなんですけども、こちらですね。はい。定番のですね、エクストラファインメリノのニットなんですけども、こちらはモックネックになってるんですね。まあ、モックネックって皆さんわかりますでしょうか？襟周りが特徴的なんですけども、通常の丸首のニットというのはですね、まあ T シャツのような襟元になっているかなと思うんですね。まあ一番ベーシックで使いやすいものなんですが、一方で冬場になるとタートルネックと呼ばれるような首元がしっかりと隠れるようなニットがあるかなと思うんですが、こちらのモックネックというのはまさにその中間に位置するようなアイテムになってまして、普通のクルーネックセーターよりは少し襟が高いんですが、タートルネックほどですね、長くないので着心地が良いんですね。暖かいし、あとはネックのフィット感ですね。これまた非常に良いので、襟元がすごく綺麗に見えるんですね。かといって、僕なんかはまさにそうなんですが、タートルネック苦手な方も結構いらっしゃるかなと思うんですね。首にずっとですね、こう密着してると、ちょっとそれが違和感に感じる方少なくないかなと思うんですが、そこまでの長さがないので、着ていて違和感がないんですね。このようなモックネックセーターがユニクロの通常ラインから出たというのは、僕は知らなかったんですね。たまたま大きい店舗で見つけたので、これを今回購入して持ってきてみました。エクストラファインメリノのシリーズというのはもう定番中の定番ですね。まあ、ニットの中でも少しこう厚手ではなくてですね、薄いんですよね。もう本当にですね、ロンティー感覚で着れるような名作中の名作かなと思うんですね。で、やっぱりベーシックなところで言うと、丸首だとかタートルネックだとか、あとは V ネック。この3つがですね、定番的なんですね。そこにですね、今回ラインナップとして加わったのがモックネックなんですね。まさにトレンド感のある一枚かなと思っていまして、まあ、本当に着るだけで旬な感じになるかなと思うので、今季のメリノウールの中では、これがですね、個人的には大ヒットだったかなというふうに思ってます。ただもっと早く気づくべきだったなというふうに反省はあるんですが、まあ、今回はこちらのニットをですね、実際に着用しながら、どんな着こなし方ができるのか、どんな使い方ができるのかについてですね、しっかりと解説したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、この動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなと思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。僕はですね、身長164センチ53キロと、小柄なんですけども、今回はニットですね、M サイズを選んでみました。まあ、正直ですね、M ということで、普段のジャストサイズよりは、あえてワンサイズ上げているんですが、それでもですね、かなりタイトですね。まあ、このアイテムというのはですね、ビッグシルエットのようなアイテムではなくて、かなり定番的なサイズ感なので、割とですね、ジャストサイズでコンパクトに着れるアイテムかなというふうに思ってます。ですので、サイズ選びは結構難しいなと個人的には思っていまして、僕はあえてワンサイズ上に上げているんですが、それでもですね、ちょっとタイトかなという感じはしています。このあたりのサイズ感は、どのような着方をするかによって正解が変わってくるかなと思ってるんですね。例えば、ニット1枚で楽しむという着方であれば、僕はこのサイズ感だとちょっとタイトすぎて、恥ずかしいなと思っちゃいます。体のラインをもうちょっと隠した方が今っぽいかなと思うので、あえてですね、2サイズだとか、場合によっては3サイズぐらい上げないと、ちょっとこれを主役にした着こなしは今っぽい感じがしないかなと思ってるんですが、僕はなぜあえて1サイズ上を選んだのかというと、これはですね、様々な着こなしの中でも、ジャケットと合わせるような着こなし、そういった時にですね、すごく活躍するのが、これぐらいのサイズ感なんですね。まあ、後でですね、この上にジャケットを着てみたいなと思ってるんですが、ジャケットを上に着たいだとか、あとはですね、その上にコートを着たいだとか、様々な着こなしのバリエーションを出したいのであれば、そこまで大きすぎない方が、僕はバランスがいいんじゃないかなと思ってます。まあ、特にですね、このようなハイゲージニットと呼ばれる、すごく薄手のものですね。
こういったものというのは、やっぱりですね、どちらかというとジャケットのような、ちょっとしたアウターですね。そういったものと相性が抜群なんですね。一方で、ローゲージニット、先日のユニクロの中でもですね、ご紹介しましたが、そういったものとジャケットはどうしてもですね、相性が良くないんですね。かなり厚みがあるので、上にジャケットが着れないわけなんですが、こういった薄手のニットというのは、ロンティー感覚で軽くジャケットが上に羽織れるというところが利点なので、僕は思い切ってサイズを上げすぎるのではなくて、まあ、これぐらいの、ややゆったりぐらいにしておくのがいいかなと思ってまして、その代わりこのようなニット1枚スタイルというのはそこまで様にならないかなと思うので、その点は理解していただければなというふうに思ってます。肌触りとしてはすごく滑らかですね。まあ、メリノウールの特徴なんですけども、このニット特有のチクチク感が全くありません。ですので長時間着ていても楽ですし、その点はですね、本当に便利なアイテムかなと思ってます。あとは首周りですね。ここのネックがですね、通常の丸首よりも高さが出るので、秋冬らしさだとか、あとはですね、トレンド感というところが表現できるので、この首の高さはすごくですね、良いバランスなのかなというふうに思ってます。で、色に関してはバリエーションたくさんあるんですが、個人的にはですね、このダークグレーめちゃくちゃいい感じだなと思ってます。まあ、ブラックなんかもいいんですが、冬のアウターって結構重たい色が多かったりするので、ブラックに比べると少し明るさがあるものの方が僕は使いやすいかなと思ってるんですが、まあ例えばですね、コートとかアウター類がブラックではなくて、ベージュだとかブラウン系のものをですね、持ってる方であれば、ニットの色はブラックで引き締めるのもですね、すごくかっこいいかなというふうに思ってます。ただ個人的にはこのダークグレーが本当に様々なものに合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思ってます。早速ですが、このニットの上に僕はですね、ネイビーのジャケットを着てみたいんですね。まあ、こちらにちょっと用意をしてるんですが、こういった正統派なジャケットとこのですね、モックネックニットはですね、すごく相性がいいので、ちょっと羽織ってみたいと思います。はい、ということでちょっと着替えてみました。まずはですね、このモックネックセーター、ダークグレーの上にですね、ネイビーのジャケット、そしてボトムス、まあ、セットアップですね、という形で合わせてみたわけなんですが、そうするとですね、初めてこのモックネックのサイズ感がバチッとはまるわけですね。まあ、通常のサイズよりもワンサイズ上げて、少しだけゆとりを出してあげる。そしてセットアップの内側に入れてあげると、すごくバランスがいいので、まあ、綺麗めなカジュアルスタイルから、もしくはですね、職場でもこのようなセットアップに対して、モックネックセーターというのはですね、使いやすいかなと思うので、ビジカジまで展開できるという点で、まあ、すごくこれまた使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。これでモックネックセーターが大きいとですね、ジャケットの丈よりも長くなってしまうので、そうするとですね、あまり相性が良くないかなと思うので、まあ、これぐらいのサイズ感がベストかなというふうに思ってます。まあ、1枚で着るよりも重ね着の時に生きるのが、このモックネックセーター、なおかつ薄手のですね、ハイゲージニットかなと思うので、ぜひですね、このような着こなし、皆さんもですね、やってみていただければなというふうに思ってます。まあ、ニットの色、今回ダークグレーなんですが、こういったグレー系と結構ネイビーって相性がいいので、すごくですね、大人っぽくシックな形でまとまるかなと思うので、まあ、こういった感じもいいかなと思いますし、その他にはですね、ライトグレーっぽいような03のグレーっていうのがありまして、そちらの方で合わせていただくと、もうちょっとですね、ジャケットの色とコントラストがつくので、バランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、ちょっと明るい色があったら嬉しかったんですが、一番明るいのでグレーかなと思うので、まあ、このあたりを使っていただくのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思ってます。まあ、こういったセットアップで合わせる以外にもですね、使い方があるので、もう一つコーディネートをご紹介したいと思います。はい、着替えてみました。もう一つのコーディネートなんですが、今度はですね、ニットの上にコートを着てるんですね。こちらも僕の中では定番になってます、ユニクロのシングルブレストコートなんですが、これをですね、上に重ねて、内側にですね、モックネックセーター、そしてこのニットだけだとですね、ちょっと肌寒いので、その下にですね、シャツですね、こういったものを重ね着してあげると、だいぶ暖かいかなと思うので、まあちょっとニット自体が薄い分ですね、重ね着で対応してあげて、裾からですね、白のシャツを見せてあげると、少しレイヤードが楽しめるかなと思うので、ぜひ皆さんも試していただきたいなというふうに思ってます。こんな形で上半身はモノトーンにまとめて、ボトムスはですね、ちょっとオリーブ系のボトムスですね。こちらはですね、プラス J のものなんですが、少し着こなしのアクセントとしてオリーブカラーを入れてあげるというのもいいかなと思うので、ぜひこういった着こなしも一つの参考にしていただければなというふうに思ってます。まあ、モックネックの場合はですね、襟が高いので、シャツを重ね着しても襟は見えないんですが、裾から少しだけシャツが見えるので、まあ、こういった着方もですね、割と旬にはなっているかなと思うので、ぜひお試しいただきたいなというふうに思ってます。
まあ、これくらいの着こなしだったら結構ですね、12月過ぎて1月ぐらいまででしたら全然対応できるかなと思うので、これからまだまだですね、このモックネックセーター活躍する期間が続くかなと思うので、ぜひですね、皆さんも在庫があるうちにチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、ということで今回の動画ではユニクロのエクストラファインメリーのモックネックセーターについてですね、皆さんに解説をさせていただきました。これはですね、本当に隠れた名作ですね。一部の店舗だけで販売されているもので、なかなかですね、実物を確認している方は少ないかなと思うんですね。僕のようにですね、ヘビーにユニクロ店舗に行っていたりだとか、オンラインをチェックしている人間でもですね、今回のこのニットはなかなか気づかなかったので、ぜひ皆さんもですね、これを機会にオンラインでチェックをしていただければなと思っています。まだまだサイズの展開、しっかりと在庫が残ってるみたいなので、個人的にはですね、このダークグレーか、もしくはブラック、このあたりがですね、使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思ってます。まあ一着あればですね、今回ご紹介したように様々なコーディネートで使えますし、それ以外にもですね、意外とこういったレザーのジャケットみたいなもののですね、インナーなんかにも使えたりするので、結構ですね、上品で使いやすいニットかなと思うので、ぜひ皆さんもお楽しみいただければなと思ってます。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。